書いてなかったもんね、そんなね。胸が苦しかった。元気になっちゃったんだね。あらあら。見て、ホリホリしてるよ。元気になっちゃったんだよ。元気になっちゃったから。はい、ではご説明させてもらいます。はい、危ないからね。じゃあ栄養補助の作り方からご説明させてもらいますね。はい、で今先ほど食べさせてるのが植物用の雑食パウダーというハムスター用のパウダーフードになりまして、そちらをこれなんだろうね。まあちょこっと適量に、今は見本として作るので適量に入れてもらって、なってます。見る？はい。粉のなっております。でそちらにお水かお湯を混ぜてもらって、でそうすると多少でもドロドロになってくるので、ちょっとこれ水分まだ足りない。大丈夫？うるさかった。ペちゃん元気だね。ダメだダメだダメだ。ご飯ちょうだいご飯ちょうだいって言ってる。ダメよ、ちょっと待ってて。そうだね、ちょっと待っててだね。そうすると、はい、まあ先ほどこれ作ったんですけど、うん、こんな感じでドロドロになりますので、それをすり上げてもらう。これだとちょっとすりにくいんですけど、もうこっちに直接シリンジから吸い取ってもらった方が。で先生が3cc だと少ないってなってたので、うん、一気に食べれる範囲だったら6でも食べさせてもいい、はい、朝はそうやって朝はすごくお腹空いてる時間となるので夜よりね、今活発的にご飯欲しい、欲しい、ご飯欲しい、いいよ、普通のご飯欲しいんだ、なんでご飯欲しい、ご飯欲しいかな、なんだね。でまずは体重を測りますので、この子をお出ししますね。よっ、体重を測ってもらいますね。今は 90g、はい、食べさせる前ですね、はい、すごい硬いな、うん、これそこまで硬くないよ、ちょっと待って、ボーラ振って無駄ないよ。でお手本だけ見せさせてもらいますね、はい、お手本としてはこうですね、はい、洗顔薬をちょんとちょんと乗せたら必ず目を拭いてください、はい、そうしないとここら辺がベタベタになってしまいますので、はい、うんね。で流動食をあげたいと思います。食べるかな、こんな感じで食べますね、もぐもぐしてますね。口が汚いね。この顔がサインだよ。美味しいよ、ちゃんと食べてるサインがこの顔で。美味しい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 サイン。ここにね、汚いね。美味しい美味しいサインだね、これね。この口だってこのもぐもぐが大事なんだって。そう。もぐもぐしたらお休み。もぐもぐしたらお休み。